インプリ二人体制でテレビ初出演 TBS、C、D、DV、長瀬恋高橋山が新体制初シングル披露披露。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キング・アンド・ピスの長瀬恋24、高橋海斗24、がいつか TBSK、CD、DV、D D v、ライブ、ライブ、に生出演した。先月22日をもって平野紫洋26、岸裕太27、神宮寺裕太25がグループから脱退し、二人体制となって初めてのテレビ出演、初パフォーマンスを披露した。 他の出演者たちと共に番組オープニングでスタジオに登場した。江イ愛アナウンサーから二人体制発のテレビ出演とパフォーマンス披露への心境を聞かれ、長瀬は、すごい楽しみです。僕ら二人らしく、僕ら自身も楽しんでパフォーマンスできたらと思います。と意気込み、高橋もうなずいて笑顔を見せた。番組中盤に再び登場し、 今月21日リリース予定の二人体制初シングル何者と同シングル収録曲名もなきエキストラをスペシャルメドレーでパフォーマンスした。キングドッグスは18年5月23日にシングルシンデレラガールでデビュー。5周年を迎えた先月23日に YouTube、Twitter、Instagram、 TikTok で異例の同時性配信を行い、シングルリリースや7月2日に初のファンミーティング、キングピスと打ち合わせを東京割焼アリーナで開催することなどを発表。長瀬、高橋の二人組として再スタートを切っていた。金プリ長瀬高橋二人体制で初のテレビ出演初パフォーエ僕ら、二人らしく僕ら自身も楽しんでデプ。 キング・アンド・ピスの長瀬恋24と高橋海人24外5放送の TBSKCDDV ライブイライブ月曜5700に出演。5月22日に平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25が脱退し、2人体制となって初のテレビ出演となった。 番組冒頭に二人体制で初となるパフォーマンス披露に向けて意気込みを聞かれた長瀬は、すごい楽しみです。僕ら二人らしく、僕ら自身も楽しんでパフォーマンスできたらなと思います、と語った。二人体制初のパフォーマンスは最新曲、何者、と名もなきエキストラのスペシャルメドレーを披露する。 昨年11月に騎士と平野と神宮寺は5月22日付でグループを脱退することが発表された。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所した。騎士は9月30日に同事務所を退所する。デビュー5周年の同23日に長瀬と高橋の二人体制として新たなスタートを切った。